もありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。1964年東京プリンスホテルが開業いたしました際にもご披露いただきました地元の江戸消防記念会第2区1番組めぐみの皆様でございました。素晴らしい木遣り歌でお祝いをいただきました。皆様大きな拍手をお願いいたします。この美しい夜空いっぱいに響き渡りました。江戸の文化を感じさせる素晴らしいお祝いの歌でございました。皆様ありがとうございます。皆様大変お待たせをいたしました。それではただいまより東京プリンスホテルリニューアルオープンを記念いたしましたオープニングセレモニーを始めさせていただきます。私司会を務めさせていただきます文村靖子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに早速ではございますがご登壇の皆様のご紹介をさせていただきます。まずご来賓のお客様でございます。港区長武井正明様でございます。ありがとうございます。あとさんの武井区長どうぞご一前にお住みいただきましたその位置でお待ちくださいませ。続きまして登壇の方々でございます。株式会社西武ホールディングス代表取締役社長後藤隆でございます。続きまして株式会社プリンスホテル代表取締役社長赤坂茂義でございます。株式会社プリンスホテル専務執行役員東京シティエリア統括総支配人武井久明でございます。株式会社プリンスホテル東京プリンスホテル総支配人石川学でございます。さあそしてこの度東京プリンスホテルのリニューアルデザインを手掛けてくださいました AND クリエイティブディレクター小坂優様にもお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。それではここで東京プリンスホテルのさらなる飛躍を記念いたしました特別なセレモニーを行わせていただきます。皆様今一度この東京プリンスホテルの壁面にご注目くださいませ。では参りますよ。さあどうぞ。この東京プリンスホテルの地に大きく大きく根を張りました見事な桜の木でございます。ただ寂しいです。お花がございます。ここで皆様にもご協力をいただきましてこの桜の木を桜の花いっぱいに満開にしてまいりたいと思います。それではアテンドの皆様もご準備をお願いいたします。実はですねこのステージから花びらに見立てた紙吹雪を皆様に撒いていただきまして満開にしていくという趣向のイベントでございます。そしてですね、満開になった桜の花は一体どうなるのか。そして本来であれば日没とともに明かりが灯っているはずの東京タワーにもまだまだ明かりが灯っておりません。この東京タワーにも皆様ご注目いただきたいと思います。さあそれでは早速壇上の皆様に魔法をかけていただくことにいたします。まずは小坂龍様と石川総支配人に紙吹雪ご準備いただきましてこのステージの中央へとお進みいただくことにいたしましょう。どうぞお進みくださいませ。そしてここからは皆様にもぜひご協力をいただきたいと思います。司会の私がせーのというふうに申し上げますので皆様ご一緒に大きな声でよいしょと皆様の声のパワーをいただいて咲かせてまいります。それではお二方ご準備よろしいですか。皆様もご準備よろしいですか。参りますよ。せーの、よいしょ。二分咲き、三分咲きといったところでしょうか。まだまだ皆様のご協力のパワーが必要なようでございます。それではお二方どうぞ元の位置にお戻りくださいませ。続きましては赤坂社長と武井統括総支配人にお願いすることにいたします。まだまだ咲かせてまいりますよ。一体どうなるでしょうか。
では先ほどとご同様にせーのの後にお願いいたします。参ります。せーの、よいしょ。かなり6分咲き7分咲きぐらいでしょうか。まだまだ満開まであともう一息でございます。それではですね、ラストはこのお二方に精一杯のお力で参りましょう。武井港区長と後藤社長にご準備をいただきます。皆様、一層の今までで一番の大きな声でご協力をいただきたいと思います。では中央へとお進みくださいませ。さあ、それでは大きな大きな声でこれまでもこれからも応援していただく皆様への感謝の気持ちをパワーにいたしまして、大きな声で皆様お願いいたします。せーの、よいしょ。見事な満開でございます。ご協力いただきました皆様ありがとうございました。それでは壇上の皆様もどうぞお席へとご講談をいただきまして、ご案内をさせていただきますのでお降りいただきたいと思います。さあ、満開になりましたこの桜の花でございますけれども、桜の花が一体どうなるんでしょうかね。でも私たちもこの満開の桜の花のようにこれから皆様とご一緒に力を合わせて大きな花を咲かせてまいりたいと存じます。さあ、リニューアルオープンを記念いたしましたプロジェクションマッピングでございます。皆様にぜひこの華麗なショーをお楽しみいただきたいと思います。プロジェクションマッピングのスタートです。
をイメージいたしました華麗なショーをお楽しみいただきました。そして東京タワーも今美しく輝いておりますね。